はい、よろしくお願いいたします。3回目のステージは、ちょっと星空のイメージ、はい、スターダスト。Once
中国の商工主義一番憧れてたのが、西城秀樹さんなんですね。でそしてなんか秀樹さんの曲で U3 ドリーム5で歌えたらいいなと思って、太田さんはじめバンドの皆様にご相談いたしまして、今日もこの曲をお届けさせていただきます。ギャランドゥWe'll be right back.
ど、はい、原曲通りにやろうかなこれはとか言いながらも、ね、やっぱもうものすごいね一曲二曲ね、いろいろとね、工夫をしていただきまして、していただいておりまして、はい、青木さんも幸せですよ。あ、本当にそう思います。なんかやりたいな、この曲やりたいなとかっていうのを相談したら、ちょん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 とお料理していただきます。さらにグレードアップして、はい、ドレッシングとかもかけていただきます、ね、はい、幸せだと思います。で今日僕女の子の気持ちがわからないっていうのはね、はい、あ、その女の子は誰でもこれですか、もしかしてこれ、こういうことをねちゃんと、はい、あの今日はね、してはい、あの帯留めが金魚でございます。分かってありましたよね皆さん。私がせっかく歌ってるのに、はい、すいません。国章で私歌ってるんです、はい、これ、お瞳が金魚の形です、はい、で、金魚の口からうん泡が出てる、はい、真珠がね、イミテーションの真珠がついてまして、ね、こういうことをちょっとね、はい、ちょっと研究されると、うん、3回あの嫌な思いがしなくて、2回もうすでにね、嫌な思いされて、今日の晴れやかなこの岡本太郎さんの絵のような浴衣でございます、ね、はい、そうですね、はい、これはなんかあのいつも同じブランドの買ってるんですけど、ね、はい、こうやって褒めるところで今日はあの髪の飾りもね、はい、ちょっと大きめかなと思ったんですけど、ちょっと大きいかな、あの浴衣の柄が派手だからそれでもいいかなという、なるほど、もう少し小さい旗の方がいいかなとも思ったんですけれども、はい、これは義務を果たしてありがとうございます。じゃあ3曲、はい、キサスキサスキサス、はい、
さす、きさすでございました。たぶん、たぶん、たぶん。という意味だそうですね。はい、この意味は、このピアノの太田さんに教えていただきました。はい。あちら発音も教えていただきました。何語でしたかね、これは。スペイン語。スペイン語。はい、スペイン語の方も専門だから、やっぱこの曲になると、やっぱ演奏に熱がこもりますよ。ですよね。素晴らしかったですね。はい。でそれに乗せられた青木さんの歌声もまた伸びが良かった。また本当ですか、ありがとうございます。身内でなんかね、ごめんなさい、ありがとうございます。暑いですしね、そのうち私のことも褒めてくれるし、あの今日は素敵なお着物ですね大丈夫です。はい、はい、じゃあ次はインストなのかと思います。曲の方何でしょう。テイクジェイトレイン。テイクジェイトレイン。
ブレイクされるところで僕がやってるんですけど、やっぱもうすごいニューリズムパンクのリズムで、すごい素晴らしいエイトレインの、ね、お料理でございます。で、ですね、次の曲が何曲でございましょうか。はい、「夢の夏の夜行」
も新しい CD に、はい、はい、新しい CD に入れさせていただきます。もう例えばスマホでね、はい、音楽の方聴き放題で契約されてたりとか、そうですね、 Apple Music なども行けますし、そういう方だともう入ってるわけ、はい、入ってます、ただで聴けるわけ。あと多分ね、あのインスタグラムなんかのリール動画につけたりもできると思います。ね、はい、こういう時代ですか、もうレコード屋さんってもう街の中になくなりましたから、ね、本当になくなりました。今回直接お客さんとこつながるようになって、はい、ちなみにちょっと紹介しましょう、どんな曲が入ってるの、はい、この津軽海峡、冬景色、入ってて、スイートメモリーズ、待ち伏せ、勝手に仕上がれ、水色の恋、それから、パパはマンボがお好き、ギャランドゥ、はい、で初恋、村下幸三さんの初恋、バロック音楽風になってます。だから題名聞いてあんな曲かなと思ったら大間違いで、だいぶそのテイストが変わってるんですね、はい、あ、北の宿からと夜霧よ今夜もありがとうも入っております。さすが全部覚えてる11曲はい、まあ、そんだけの曲が入って、はい、この値段とお買い得ということやね。そうだと思います。で、あの聞き放題の人は何回聞いてもただない、1回ダウンロードしたら、うん、あのいけるのもありますし、聞き放題に加入されている方は何回聞かれても大丈夫です。はい、でもまあこういう、うん、まあ、また会う日まで忘れてました。また会う日まで、はい、で70年代のこの歌謡曲、だから、はい、一部50年代のポップスが入ってますけど、はい、楽しみでございます。はい、というのもこのバンドの方々と本当に練りに練って、そうですね、もう本当にね、スタジオにこもりきりというか、はい、青木さんの自宅にこもりきって、はい、ミーティングしていただいたりね、そんなもちね、ドラムはないけど、はい、コップを叩いたりしながら、すいません、ね、もう、ね、もう打ち合わせをしながら、ベースの井出さんにはこんな小さいスピーカー持参していただいて、音出していただいて、ね、おもちゃのピアノで弾いていただいて、もう本当に申し訳ございませんが、はい、はい、じゃあお次の曲は、はい、そのアルバムのラストに入っている曲でございます。はい、尾崎清彦さん、はい、また会う日まで。
トランペットまたね途中から、はい、まだ行ったことのない外国でございます。はい、そうですね、結構行かれてる方は多いんですけれども、いい、私は行ったことがなくて、いい、ね、はい、はい、ハワイのとこでございます、はい、アロハオイ、thank you.